国際観光局は日本に来る外閣の誘致のために設置された鉄道省の外局である。日本の観光事業は1893年の近海から始まるとされる。1912年3月12日、これに代わるものとしてジャパンツーリストビューローが設立され、1929年浜口内閣のもとに設置された国際賃借審議会の答申によって、 1930年4月18日、直例で国際観光局が設置された。1929年代56回帝国議会において、外国誘致に関する調査と誘致を図る、中央機関を設置すべき旨の権威が可決されたこともあり、政府は国際観光局の設置を決めた。その所管省について論議を行った後、 1930年直令83号国際観光局管制により、鉄道省に国際観光局が創設された京都市に観光課が設置されている。直令により観光という用語が使用された初めての行政組織である。同局が鉄道省の外局として設けられたことにより、帝国鉄道特別会計の資金が外閣誘致に活用できることとなった。 強硬化においても帝国鉄道会計は、いわゆる鉄道駅金の一般会計繰り入れ問題が発生するなど余裕があるものと認識されていたことも影響したのであろう。強的理解で言えば財政状況に余裕のある道路整備特別会計や空港整備特別会計から支出が図られたということである。国際観光局は、 鉄道大臣の管理に属し外閣誘致に関する事項を司るとしか規定されておらず、鉄道省令において、海外宣伝、旅館事業の助成、観光施設の充実改善、旅行圧線機関の充実改善、案内業者の指導統制、風痴記念物の保全、土産品の改善等を事務文書として規定していたが、関係法制度が整備されておらず、国際観光局予算は、 帝国鉄道特別会計法に制約された上、事務費しか認められておらず、大蔵省預金部資金の融通を受けることや、内務省の道路工事予算を観光関連事業に配分すること、つまり国際観光政策における施設関連予算の確保とは、他省への要望をすることぐらいしかなく、国際観光政策の実施には限界があった。国際観光局の 主な事業として、海外宣伝旅行圧旋機関の充実改善ホテルの整備改善観光のための交通機関の充実改善観光地、観光経路の選定観光地における、設備の充実改善観光地における、風地記念物等の保全案内業者その他、直接外閣に接する業者の指導観光見上げ品の改善大容外閣の取り扱いに関し税関。 警察との連絡観光事業の発達助長を目的とする地方観光機関との連絡協調及び、統制外閣誘致の前にの普及外国における観光事業の調査等がある。別に、1930年7月、鉄道省に設置された国際観光委員会は、鉄道大臣の管理に属し、その諮問に応じ外閣誘致に関する事項を調査、審議するほか、 外国誘致に関する事項について、関係大臣に兼議する。会長は大臣であり、委員は、学識経験ある者、及び、関係官庁の高等官を当て、定員は60名、任期は2年である。他に、幹事長1名、幹事若干名で組織される。国際観光局は、外国人観光客誘致のため、外国人向けの宿泊施設を、 日本各地に建設する計画を実施した。これらは1933年から1940年までの間に15の国策ホテルとして誕生した。それらは、各々のホテルが属する道府県や、市の名を関してその行政が保有しているという定裁だったが、実際はホテルチェーンに運営を委託していた。これらのホテルで現存する建物は現在では、 クラシックホテルと呼ばれている種類の歴史的建造物となっている。ありがとうございます。